こんにちは、グッピー小杉です。今日はじゃーん、キャンパーズコレクションスタイル1アクションテーブルっていうのを買いました。よいしょ。私ちょっと大きめのテーブルって言ったら、こちらのテントファクトリーさんのちょっとスチールテーブルしか持ってなかったんですけど、なんかもう一個いるなと思って、これだったらこの上にバーナーとか置いて調理したら、もうちょっとあの飲み物とか置くのか、もうこんなもうこれぐらい前にならないぐらいしかないからさ。でもう一個なんかテーブル欲しいな欲しいなとか思ってて、気になることがあって、なんか何で読んだか何で言ってたか忘れたけど、あのアウトドア始めて最初は椅子の高さ、普通の椅子の高さのやつ買うねんて。だけどだんだんそれが下に下がってきて、あ、ロースタイルってめっちゃいいなみたいになねんて。だけどまたなんか、あ、ハイスタイル戻りたいってなって戻るらしいねんか。でそれをちょっと聞いて、え、そうなんそうなんそうなんとか思って、それだったら高さ調整ができる机が欲しいなと思って、でいろいろ見てた結果、こちらのキャンパーズコレクションスタイル1アクションテーブルっていうやつを買いました。最初はこのテントファクトリーの、あの木のテーブルがあって、それがあの一緒の高さになるらしいねんか。でそれをすごいずっと欲しいと思っとったんやけど、ちょっと持ち運ぶのが重たいとかいろいろあって、で高さ調節もまあできなくて、でもそれでもいいかなってずっと思っとったんやけど、あの最近さ、私さ2バーナーをもうどっかから飛び降りる気分で買ったやないですか。でこれだったら高さ調節できて2バーナー置いてキッチンスペースみたいな感じにも、まあ、できるかなと思ってちょっと買ってみました。ちょっと開けていきます。高さが2段階になってて、通常のチェアご利用の際の高さ、花見やピクニックミニチェアとの相性もバッチリです。こんな感じでコンパクトに折りたためるけど、開いたら40、81、35.5、60センチ、これが高さがどっちでもいけるよっていうことで、ワンアクションピュッてワンアクションやって、めっちゃかっこいいやなんかこれ、矢印ブヤオみたいな感じで、こんな感じで入っております。こんな感じやって、でもこれがここが木に見えんねんけど、木じゃなくてアルミやねんて。それもまあまあまあいいなって思います。そう、しかもこれが 2.7kg しかないねんて。それめっちゃいいよね、軽みたいな。とりあえずやっぱワンアクションの瞬間っていうのを、初のワンアクションの瞬間、ワンアクションタイム。お、え、これだけだって。え、これストッパー的なものは、これでもういけるのかな。うん、うん、字でマジ開くだけ、すごい、マジ開くだけや。別に、あ、おお、マジ開くだけだよ。ちょっとで、ここのに足があって、これを開くと顎乗せます。高くなったテーブルが、おお素晴らしい。え、めっちゃいいや、しかもめっちゃ軽い。ほんで畳むときは、え、ここに見えるかな、これなんかボタンがあって、そのボタンを押してシュッと、はい、出来上がりで、これは畳むときも普通にこういう感じで折りたためます。はい、まあ、欲を言うなら、ここになんか手提げ的なものがあって、そこをこうやって持ってたらめっちゃいいなって思うねんけど、まあまあそれはまあこの際いいや、もう IKEA の袋とかに入れたら、はい、かなり軽いです。まあ、今お部屋の中で開いたのはこんな感じやねんけど、キャンプに行く予定があるので、そこであのどんな感じかっていうのを、これをなんか高さがあったらキッチンテーブルみたいにできるから、そのキッチンテーブルの感じとか、こう座った感じとかも、あとこの一緒のテントファクトリーのテーブルと組み合わせてどんな感じかっていうのをキャンプ場で試します。こういう感じでキッチンスペースを作ってみました。はい、高くして普通に感じで、高いバージョンはこういう感じで、もうキッチンスペースみたいな感じでいい感じです。なんかこのキャプテンスタックの3段ラックと一緒の高さっぽい、だから結構いいかな。このローバージョン、ローバージョンにしたらなんかちょうどいい感じです。ローバには、いや違う、私の椅子がローなので
テントファクトリーさんのジールテーブルがあんねんけど、段差はちょっとあんねんけど、地を1個分ぐらいこっちの方が低いです。だけどまあこれの上に今日あの2バーナーを置いてちょっとたこ焼きしようと思うねんけど、この上に2バーナーを置いたらちょうどなんかいい具合の高さかなって思います。いい感じ。ほんでこれめちゃくちゃうまいし、海も綺麗しね、波の音も聞こえるしっていう感じで、キャンパーズコレクションのスタイルワンアクションテーブルでした。はい、私結構これにして良かったかなと思ってます。ではではでは、キャンプ楽しみます。皆さんもいいキャンプライフを。ははは。